堂本光一さんが主演を務めるエンドレスショックのファイナル公演が8日、東京・帝国劇場で開幕しました。初日を前に行われたゲネプロでは開幕を記念して会見が行われました。写真を見る、堂本光一ショックファイナル公演が帝劇でついに開幕、もっと良くし抵抗って千秋楽までやっていく。2000年11月の初演で 定劇史上最年少座長として、当時21歳だった堂本光一さんが帝劇初出演、初主演を務めて以来、毎年上演を続け、全日程即日完売を毎公演積み重ねてきた「ショックシリーズ、「ショーマストゴーオンという言葉の意味を問い続けながら、エンターテイナーの光一とそのカンパニーが運命を駆け抜ける姿を描いたオリジナルミュージカルです。また 光一さんは23年半を費やして、代役なしの単独主演記録1位を5月に達成し、9月の博多座公演では前人。